大谷さん、一線を越えてしまう。こちらすでに貼られた画像、完全に一線を越えました。嫉妬されそう。オリオールズこれで100勝してるのかよ、やばくない？もしかして大谷ってもうワイらの手に届かない場所にいる？人生何回転生したらこうなるんや。大谷のおかげで日本人の平均年収が200円上がったらしい。ヒカキンどころじゃないやろこれ。そもそもただでさえクソ雑魚の名に四畜破壊したんだから一線はとっくに超えとる。10年1000億円って言われてもピンとこない。大谷くんに5分間撫でられるなら10万余裕で出すぞ。時給115万って24時間換算やもんな。実動時間換算ならもっと跳ね上がる。生きてるだけで丸儲け。大谷翔平の犬になってダラダラと過ごしたい。2日野球すれば私立医通えるってま。一生懸命仕事に打ち込んでるとお金は後からついてくるもんです。大谷と同級生だったことが唯一の自慢おじさんがそろそろ誕生してきそうだな。キャバクラで。ご視聴ありがとうございました。